はい、よしです。今日は私の RV の模様替えの様子をお伝えしたいと思います。Before and After ということで頑張りました。最後まで見ていてくださいね。はい、これが買った当初、ほとんど手を加えてない状態の私のキャンピングカーです。セカンドハンドで買ったのでね、ちょっと古い感じがするので、これからちょっと手を加えて模様替えをしていきたいと思っています。この映像 before って感じですね。ベッドルームもこんな感じ。頑張って剥がしてます。結構大変。綺麗ね。ホームデポ今から行きます。マスクもちゃんとして、ホームデポに来ました。キャンピングカーの内装をちょっと変えるのにいろんなものここ売ってるので、日本でいうとホームセンターみたいなとこですね。ここすっごい広いんです。じゃあ行ってみましょう。たらーん、広いでしょ。広すぎて物探すのちょっと大変ですが、これ安くていいや。十分でしょ、キャンピングカーには。4ドル、5ドルぐらいだし。OK、これにしよう。夕飯が欲しいよな。キャンピングカーの中に。これどれか買おう。今からジョアン、布がいっぱい売ってるお店に行きたいと思ってます。キャンピングカーの内装をちょっと変えたいので、じゃあ行ってきます。衣替えのためのものが来たので、ちょっと開けてみましょう。全部アマゾン。さて、まずたらーん、いっぱいあるけど。
子供用のバンクベッドのカーテンも変えました。で、ここにもカーテンをつけて、こんな感じですね。さあ、アイケアでこの間買ったこの調味料入れ、こんな感じになるんですが、これとあとベッドルームにつけようと思ってるこれ買いました。簡単にできました。調味料入れここにつけました。開け閉めも大丈夫。はい、ベッドルームですね。ベッドルームはそんなに変えてないんですけれども、ベッド毛布のカバーとここのカーテン作りました。それ変えたのと、あと私のサイドのここですね、ここ何もなかったんですが、このハンガーみたいのをつけて、これとりあえずクローゼットのようにしてみました。こっち側もカーテン、はい、こんな感じです。はい、バスルームですね。バスルームはそんなに大きく変えてはいないんですけれども、ここに前はトイレットペーパーホルダーがついてたんですね。ちょっと見えるかな、跡が。だけれども、ここにペーパーホルダーがあると、せっかくここに台があるんですが何も置けなかったので、そのペーパーホルダーをこっちに移しました。そうすることで、ここにドライヤーを置いたり、なんかちょっとした小物を置くスペースができたので、ここをちょっと変えました。あとはそうですね、ここの引き出し、ここの収納場所の中なんですが、上はトイレットペーパーとかペーパー類を入れてます。で、下はなんか前からここにホースとかが入ってて、基本的になんか使えないデッドスペースになっていたので、だからといってちょっと物は置けない感じなんですが、こっちのドアの方に100均で買った書類ホルダーをつけて、で、走行時にはここに普段はシャンプーとかを置いてるんですけれども、走行時には落ちてしまうので、ここに一時収納して走ります。で、それがちょうどそのデッドスペースにはまってしまうといった感じですね。はい。で、あともう一つ、ここのミラーのところですね。ここセカンドハンドだったので、結構チャッチンマジックテープがついてたんですが、以前に大きな揺れがあった時にすぐ開いてしまって中のものが飛び出てたんですね。なので、ここもうちょっと強力な、こう赤ちゃんが冷蔵庫とか開けてはいけない場所が開かないような、こういうホルダーを、テープか、ホルダーじゃなくて、こういうなんかフックをつけて、で、多分前よりは開かなくなったと思います。はい、こんな感じですね。バスルームはちょっとマイナーチェンジ的に、今後もう少し変える余地はありますが、こんな感じですね。はい、
最後までご視聴ありがとうございました。アメリカでのワイナリーやキャンプの動画をアップしていきたいと思っていますので、チャンネル登録してお見逃しないように。では。